リーボーが出る。おー、これは闇天下、さすがにチートイの使い手ローピンただ2枚切れですから、いち早く街は変えたい。あ、これで春ツでもいいシャンテですね。うん、来ましたね白春、はい、これ仕掛けると満貫ですけどポンになりますか。まあポンですか、さすがに。ただね、スーソーがもうこの世にいないんですよね。え、そんな悲しいお知らせ知りたくなかった、はい、瀬戸駒さんがここで、これは待てない、ね、これでも待てない、うん、さあこの瀬戸駒が町をさ、これどうする、どうする、どうする。スーソーはただ茅森からは1枚しか見えてないんです。やめん、いやだけどね、あのバイツモで2着リーボー出てからバイツモトップってこと考えると、そのルート、あーメンツで、うん、メンツで、やっぱこっちの方が普通ですかね。まあ普通ですね、現実的にどっからでも泣けてね、マンガンテンパイ取れるんで、あ、白泣けたよ、うん、ポンでしょう、ポン、もう2枚目ですもんね。さあチュンペイ、これもし積もったら白鳥トップだ、そうです、チュンペイテンパイ、チュンが、うわ白鳥最悪、うわー、危ない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 、チュン打てないから、そうチュン打てないからもういいんですよ、リーチを諦めて K 点に行ってるんですよね。なるほど、うん、なるほどなるほど、打てないがゆえの地位か、はい、打てないがゆえの地位です、ね、そしてしっかりしてますよとなるとですよ、うん、チュンがあと1枚とペイがあと1枚ですよ、2枚ある、うんうんうん、これでチェンジか、ローピン2枚、あ、パーソーも2枚切れだ、うーん、だけどローピンドラソファ、うーん、でもね、かやもりやっぱり本一ですもんね、かやもりさん本一ですね、あとは白鳥の地位があるか、うーん、一応パーソーは筋急走先に打っていての筋ですね、はい、最後ポンしての、あ、これ急走4枚見えたかな、4枚見えたらある程度打ちやすいです、ね、シャンポンないですもんね、はい、シャンポンないし短期でしか当たんないですね、うん、短期なら2枚切れのパーソーでまたないんで、ですもんね、だから瀬戸駒さんはちょっと他の針持ってきて買いやすくなりましたね、これ、あ、こんなの変えるか、変えるか、なんならもうリーチしちゃう。あれ、これチーマンめちゃくちゃいい。ニヤマ？嘘でしょ。これニヤマは反則、ね。これ決めたらトップになるぞ。これを決めたら瀬戸熊個人2連勝になる。いますか？シャー。怖くないかこれは。ションパイ一枚切れ、あ、一枚、自分で切ってる、これは無理だ、これは無理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 、チーマン切るでしょ、ね、打てない、ね、打てない打てない打てないです、うーわ、通ってた通ってた通ってた、これは瀬戸駒フリテンロンが言えない、ね、これ瀬戸駒さんの次の相撲大体チーマンですからね、これね、すげえオカルトなこと言うじゃないですか、はい、オカルト出た、ドリブンズの人がオカルト言ってます皆さん今。これが麻雀ですね、これが麻雀なんですよ、チーマンなら、はい、でもこれがシャーってことありますよ、うん、あ、うっそん、パーソー、パーソー、握れのパーソー、うわ、頭揺れる、頭グラグラしちゃう、無理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 、絶対に無理、うん、いや、ちょっと待てよ、あれ、ドラだぞ、これなんじゃこれ、え、切らない、いや、切るんじゃないですか、ラスはラスですね、うんうん、だけどあの瀬戸駒さんテンパイしてる時にもう1局あるとバイツもトップ条件になるので、はあ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 、切った、うん、そうですね、これで、うん、これで白鳥がチーですね、はい、これで形式テンパイ入った、チュン短期のまま、そしてまだカヤモリの上がりがあります、十分にあります、カヤモリの町はチュンがあと1枚山にある、そして瀬戸熊のフリテンシャー短期も1枚あるんですよこれ、はい、まあ、瀬戸熊は最後もしチュンを掴んだら確実にシャーと入れ替えることにはなりそうですね、だいたいテンパ維持できますね、はい、フリテン、もうフリテンとフリテン、フリテンの鬼次の瞬間にどっちが積もりやすい、次の瞬間シャーの方が積もりやすいってことですね、まだチュンだー、2400は2100円、これはかやもりのつも上がりによって俺かなトップはといったところですね白鳥なんと逆転、嬉しそう、噛み殺している、歯の奥でトップの嬉しさを噛み殺した、これでお役かぶりとなった瀬戸熊痛恨の2着落ち、かやもり失点は最小限で抑えたい。